こんにちは、ゆっくり霊夢と。ゆっくり魔理沙だぜ。今回はサバイバル実況パート49となります。前回の続きからやっていきましょう。やっていくぜ。確か前回は記念すべきパート50の準備で、ウィザースケルトンの頭を3つゲットしたんだったよな。そうそう、なんとかゲットできてよかったよね。まあ一回やられてたがな。まあね。でこれが前回ゲットしたウィザースケルトンの頭だよ。まあパート50でまた会えてしまうがな。まあね。で今回は何をするんだ？パート50の前だから戦闘の準備でもするのか？そんな戦闘の準備なんて薄っぺらい内容を視聴者さんにお見せできるわけないでしょうが。ほう？なので戦闘の準備についてはすでに裏蔵でちゃちゃっとやっておいたんだよ。ほらこの通り。お、剣がネザライトになっている。前回たまたま仮拠点で見つけた余っていたネザライトインゴットを使いやがったな。まあね。でウィザー戦といえば弓らしいから弓も作っておいたよ。あとネザライトブーツも。ついでに的な言い方すんな。そしてこの弓はなんと、おお、だから火が出ていたぞ。そうなんです。これでウィザーなんてコテンパンにできると思うよ。ほら見てみ、ワイのこの弓さばき。いやあんたの弓の下手さは知ってるから。あ、お前それやばくね。やっぱりこれって木材が焼けたりするの？ああ取れない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 。小屋と境内下のレストランが大火事だ。やって回収できたじゃん。いやこれは逆にフレームの矢で木材が焼けるのか検証できるってこと？いやいやポジティブやめとけ。本当に燃えたら取り返しがつかないぞ。だよね。とりあえず矢の真上まで行って回収しなきゃ。あれ？おい回収できてないぞ。いやマジでこれ回収できないよ。あ、なくなった。いやしっかりまだあるぞ。まあでもこれだけ待っても燃えてないってことは大丈夫ってことでいいんじゃない？いやそうにはならんやろ。まあ逆にこのレストランが燃えているのも面白いけどな。おやめ。マジでこの建築は時間がかかったんだから。でもどの道やは回収できないんならそのまま放置するしかないな。まあそうしかないよね。燃えないことを祈ってます。ほら見てよ、これ見た目は完全に火事だな。だね。とりあえずこれ以上何もできないのでおさらば。絶対に燃えないでくれよ、絶対に。やめー。で今回の内容に入っていくんだけど、今回は次回のウィザー戦の前に視聴者さんからのリクエストでドーム型の図書館を作っていこうと思うよ。ほうほう。で事前に丸い形の球体は作っておきました。地味に時間かかってそうだな。ウェブで調べてコツコツ頑張って作りました。ご苦労であったぞ。なので今回はこの位置に作っていくよ。本拠点の裏側だな。だね。ということで改めまして今回はドーム型の図書館を作っていくよ。これまた今まで作ったことのない形だな。そうなんです。まあでも Y の手にかかればどんな建築でも。ああわかったわかった。そんなことはどうでもいいからとっとと建築を始めてくれ。へーへー。それではレッツゴということで無事完成しました。それではご覧ください。
は外でこんな感じに仕上がりました。案外いい感じになったな。案外って。でもちょっと前に作った全自動羊毛回収装置が早速役に立ったようだな。そうそう。でも全然数が足りなかったので、その辺の羊から毛を刈り取ってたんだけどね。まあ確かに結構の数の羊毛だもんな。うん。では中に入ってみましょう。まずこの高低差を利用した感じが結構いいぞ。あ、そりゃどうも。さっきの完成動画に映ってたと思うんだけど。あ、エンダーマンか？そそ。エンダーマンでさえこの図書館で本を借りたくなるぐらい、いい感じの雰囲気が出てるってことが証明されたね。でもエンダーマンに本棚取られたら地面が見えるな。あ、じゃあエンダーマンは入館お断りで。一番客を早速入館お断りは草。そりゃ館内を破壊するお客さんは、さよならですよ。しかしこれだけの量の本棚どうしたんだ？ふふ。そりゃエンド要塞から取ってきたに決まってるでしょうが。あの図書館的なところからか。そそ。やっと使えるところができてよかったよ。じゃあ本棚の消費も含めて、今回のリクエストいただいた視聴者さんに感謝だな。そうだね。この度リクエストいただいた視聴者さん、ありがとうございました。これで早速園の広場の周りが少し賑やかになったな。まあ若干広場に近すぎるって思っているのは内緒で。あ、やっぱりそれ思うよね。そりゃあの距離だとな。おい君、ここの管理は任せたぞ。いいな。いい感じに返事してて草。この秘書さんはいい子だ。いい子だって言いながら弓出すのはやめえ。おいさすがに剣はいかんぞ。ああ、ごめんごめん。では図書館の内装についてはこの辺にしておこうかな。とりあえずご苦労さんだぜ。ほい。ということで最後に空からの雰囲気でも見てきましょうか。絶対にあると思っていたがやっぱりか。そりゃ、空からの雰囲気が一番いい感じに見えるんだよな。お、よくわかってるじゃないのマリサくん。もうその言葉は聞き飽きたんじゃい。あ、それは失礼いたしました。とは思いつつ遠慮なく空から見ていくんだけどね。いいからとっとと行きやがれ。イエッサーボス。それではレッツゴー。ほら見てよこのいい感じの雰囲気。まあ確かにええ感じやけど。たくなんやねん。いやワイの目に見えてはいけないものが映ったような。え、なんで？ワイらの動物小屋が、なんでこんなことになってんだよ。もしかして、落雷？いやいやいや少し前のパートで落雷が怖いからって、裏蔵で飛来神をつけておこうって話だった。まさかお前、飛来神つけてなかったな？いやいやいやつけてるんだよ。そんなことよりワイのおにゃんこぽんだよ。あ、確かに姿が見えない。ついに馬刺しにされて食べられたか。おやめー。もしかして落雷の火でも得てしまったのかな？それかその辺でうろちょろしているかもだ。ちょっと探してみるね。ああ、ワイのおにゃんこぽん。確かにそこの木も燃えた後のようになっているから、落雷で間違いないようだな。だね。おにゃんこぽんはダイヤの馬鎧をつけてたから見つかりやすいはずなんだけど。こりゃやられたのが濃厚っぽいな。おにゃんこぽん、おにゃんこぽん、おにゃんこぽん。あ、あいつあんなところに。おにゃんこぽーん。元いた場所のフェンスが壊れてこの俵を使ってここに入ったようだな。いやあ、なんというミラクル。とりあえず無事で本当に良かったよ。これでまた君と冒険できる。いやお前一回もあいつと冒険行ってないだろ。あ、そうだった。とりあえずこの壊れた場所は裏蔵で修繕しておきます。頼んだぜよ。いやあ、しかしなんで飛来神あるのに燃えたんだろう。もしかしたら飛来神に集まる範囲があるのかもよ。あ、それかもね。これからは少し多めに飛来神をつけておこうかな。うむ。ちゃんと考えてつけるんだぞ。ほいほい。ということで今回は、ドーム型の図書館を作ろうでした。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。このサバイバル実況は毎週月曜日の18時に更新しております。来週も変わらず配信していきますので、次回もお楽しみに。動画の感想やアドバイス等あったらコメント欄に書いてくれよな。リクエスト建築もあればぜひお願いします。それではまた次の動画で、バイバーイ。バーイ。